ございます。本日2024年5月10日金曜日、時刻は午前9時でございます。本日はタイトルにもある通り、クジャクを購入しに行きます。で、その場所が埼玉の部落じゃない、田舎の方で、かなり遠いんでね、このように朝に早出して購入しに行く感じですね。買いに行くクジャクの種類もノーマルのクジャクではなくて、白クジャクとハルクインクジャクっていうこの2羽ですね。で、いずれもインドクジャクの突然変異のね、出てきた個体を固定化したものです。で、白クジャクは多分皆さんね、想像する通り真っ白い純白のクジャクで、ハルクインクジャクっていうのが犬でいうパイドで、猫でいう三毛猫みたいないろんな色が混ざったクジャクですね。ハルクインクジャクの場合はノーマルのクジャクの緑色が緑色と白い色、あとまあグレーの色とかね、そういった色がいろいろ織り交ぜられた美しい種類になります。で、ハルクインクジャクに関してはグレードがあって、それもピンキリで、綺麗に色が入ってる個体だと値段がその分高くて、ちょっとしかね白が入ってない、ほぼノーマルだろっていうクジャクは、まあ、価格が低い。で、今回買いに行くクジャク、ハルクインは結構色が、綺麗に織り交ぜられてる、まあいいやつですね。で、どちらも去年生まれの今年で1歳になる若い個体ですね。だからまだ羽は伸びきってなくて、それほど大きくはありません。で、性別に関してはハルクインは、メスで確定で、白クジャクはまだ性別は分かりません。っていうのもクジャク、インドクジャクの性別は主に翼の模様を見て判別するんですけど、だからノーマルのクジャクだとオスだったらだいたい1歳ぐらいから羽に虎柄の模様が出てきて、メスだと翼がもう無地のグレーみたいな感じでね。ハルクインに関しては、まあ先ほども言ったようにいろんな色が入ってて、翼の部分の模様が分かりまして、で、それで判別できるんですけど、白クジャクに関しては翼の模様が全く分かんないので、純白なんでね、性別はまだ分かりません。白クジャクの性別が分かるのはだいたい3年ぐらいですかね。3年見ないと、羽が伸びないので翼で判別することはできないんでね、まだ現時点では白クジャクの性別は不確定です。まあそんな感じで、今国道16号をガンガン下って埼玉に行ってるわけで、長旅重労働ですね。また埼玉ら辺の田舎に着きましたら動画撮ろうと思います。そんな感じで埼玉県春日部市に入りました。先ほどから春日部の歩道をね、犬を散歩してるおばあさんとかがいますけど、春日部の犬は大体雑種ですね。そんな感じで埼玉県春日部市をしばらく走りましたけど、本当に雑種が多い街ですね。で、柴犬となんかの雑種みたいな中型犬の雑種が多いんじゃなくて、パピヨンとなんかの雑種みたいな小型犬の毛が長い雑種の犬が多いですね。だからクレヨンしんちゃんの街ですけど、パピヨン信者が多いんですかね、この街は。春日部市を抜けまして埼玉県白岡市に入りました。白岡市は農村地帯なのかな、ローソンが非常に多くて、私としてはね、このように緑が多い町は非常に趣があってね、糸おかしいって感じですね。で、だんだんと目的地に近づいてきたわけですけど、この辺のガソリンスタンドはキグナスが多めですね。で、まあ一応クジャクに関するここで、軽く説明をしておきます。クジャクとしてメジャーの種類って大体2種類いて、1種類がよく動物園とかでも出回っているインドクジャク、まあ今から買いに行くのもインドクジャクです。で、もう1種類がマクジャク。マクジャクは中国の国家一級保護動物で、まあ言ってしまえばパンダとかと同じレベルの希少なクジャクです。だからマクジャクは基本的に動物園とかでも出回ってはいないですね。で、動物園でマクジャクですって言って展示している個体も大体はマクジャクとインドクジャクの交雑種で、純血のマクジャクっていうのは本当にこの日本国内にはほとんど出回っていません。で、マクジャクは中国の国家一級保護動物ってだけあって、中国に生息しているクジャクの仲間なんですけど、
年々生息数、個体数が減少しておりまして、その原因としては、現地の環境破壊が挙げられます。完全に絶滅の危惧ですとか言ってたら、また危惧なすがありましたね。そんな感じで目的地に到着いたしました。だいたい2時間ぐらいですかね。現在14羽のクジャクを私飼育してるわけですけど、全部ノーマルの個体でね、その個体も全部買った個体ではなくて、昔卵をもらってそれを返して私が増やした個体なんで、今までクジャクっていうものを購入したことはなかったんですけど、今回ね初めてクジャクを買います。私的にはノーマルのねクジャクが一番美しいという、そういう考えがあったんですけど、やっぱり14羽もねクジャク飼ってると、変わったクジャクも欲しくなるわけでね、だから今回買いに来たっていう所存でございます。なんか文句あります？ないよな。じゃあそしたら買いに行ってきますんで、ちょっと待っててください。はい、お待たせしました。サクッとねクジャクなどね購入してきました。見てわかるようにこの高級車にねパンパンに生き物が詰め込まれております。この段ボールに入っているのは全部生き物ですね。このようにテトリスのように命が積み上げられているわけですけど、当初ねクジャクだけ買う予定だったんですけど、なんか命が金で売られてるのを見たらどうしても買いたくなっちゃって、何から紹介すればいいでしょうね。やっぱりまず最初は白クジャクからお見せします。このようにね段ボールの中でいますね。白クジャクの特徴としてはこのように目が青いですね。アルビノとは違ってリューシスティックっていう白化個体です。背中もこのように綺麗な純白ですね。キジの仲間って結構暴れやすかったりするんですけど、このように狭い段ボールの中に暗くしてね閉じ込めちゃうとこうやっておとなしくなります。で、気づく人はね分かるかもしれないんですけど、このようにちょんまげ、クジャク特有のちょんまげ、関羽っていうんですけどね、この関羽が今ない状態なんですけど、これはちょっと狭いところでね飼われてて突き合って、関羽がなくなってしまってる状態なんですけど、私は広い場所で飼育しますんでね、時期にこれは生えてきます。人間の髪の毛と一緒で一回なくなってもね生えてきます。毛根が死んでない限り綺麗に生えてきますね。そして次こちらがハルクイーンですね。見づらいですかね。今顔が見えてます。このように白クジャクとノーマルのクジャクが混ざった色合いをしてます。特徴的な色合いですよね。まだらですね完全に。でハルクイーンクジャクもこれカメラ越しでちょっと赤く見えるんですけど、目の色は青っぽいです。でこれもちょっと関羽が、短いですけどね、これも時期に生えてきます。性別は完全にメスですね。でここでハルクイーンクジャクの豆知識としてね、言っておくと、ハルクイーンクジャクは白クジャクより流通量が少なくて、かなり本当にね希少な種類になります。っていうのも白クジャクとかノーマルクジャクに比べてかなり弱くて、ヒナの時点から育て上げるってなると本当に死亡率が高い、そういった品種になりますね。こちらはやっぱりいろいろ品種改良が加えられているうちに体が虚弱体質になってて、死にやすいというか風邪をひきやすかったり、体を壊しやすい、そういったクジャクですね。だからここまで大きく育っている個体は、なかなか風邪をひいてもね自分で治すっていうことができるんですけど、このクジャク自身が自力で治すってことができるんですけど、ヒナの時点で風邪をひいてしまうとほぼ 100% 死んでしまうっていう、そういう悲しいクジャクさんです。それとクジャク以外にも購入してきまして、それがこちらですね。わかりますかね、このクジャクのような尾羽、これはお尻側です。で顔はこのようにまだら、クジャクでいうハルクイーンで、これだと鳩の場合のハルクイーンの呼び方はまた異なって、鳩でまだらの個体はグリズルって呼びます。グリズルのクジャクバトです。クジャクバトっていう種類がいるわけではなくて、駅とかにいるドバトを品種改良してこのような、変わった奇妙な形にした鳩ですね。顔つきは普通のドバトですけど、なんといってもこの羽ですよね。別に固定してるわけでもなくて、こうやって尾羽が上向きになってます。で普通の人はねクジャクバト1羽だけ買ったのかと思うんでしょうけど、
私5話買いましたから今日。埼玉県なんてね、そうそう来ることないんで、せっかくなんでね、埼玉中のクジャクバトを買い占めてきました。まあクジャクを買ったペットショップ以外にもいろいろなところ回りまして、いるクジャクバトは全部買い占めてきました。まあ気づいた人もいるかもしれないですよね、ここセブンイレブンの駐車場で撮ってるんですけど、まあクジャクバトもクジャクも変えてね、いい気分ですね。そうですね、だから今回クジャク、白クジャク、ハルクイーンクジャク2羽とクジャクバト5羽、あとなんかこの気づいたらね、あんま記憶ないんですけど、変なインコみたいなのも買ってました。でここで開けるとめっちゃ逃げるんで、後日、まあ明日ですね、またこいつらを小屋に入れた動画撮りますんで、この、まあ、買った記憶ないインコはそれで見て、あ、こんなインコだったんだっていうのを理解してください。まあそんな感じで、本日の購入動画はね以上になります。でまあここの段ボール内で当然飼育するわけではないので、明日小屋にね入れた様子をまた撮影します。で何ですかね、今回購入したのはクジャク2羽、クジャクバト5羽、変なインコ2羽ですかね。で私はね、鳥を購入した後はその日中に小屋に入れるんじゃなくて、一晩段ボールの中で寝かせます。というのもやっぱり遠方から購入して帰ったってなると夜になっちゃうんでね、夜間は鳥は鳥目っていう言葉がありますけど、その通りで、まあ夜行性の鳥じゃない限り本当に周りが見えなくなっちゃってね、小屋に入れたところで大暴れするんで、まあこいつら一晩段ボールで寝かせて明日の朝に小屋にぶち込みます。まあそれまでまたおやすみなさい。はい、おはようございます。本日2024年5月11日土曜日、昨日クジャクともろもろね購入してから一晩経ちました。で今、こちらにハルクインクジャク、こちらに白クジャクが入ってる感じですね。今こちらの小屋の中に、小屋というかビニールハウスを改造したものなんですけど、この中には合計8羽9羽ぐらいのノーマルのインドクジャクが入ってて、ハルクインクジャクと白クジャクも、ノーマルのクジャクと一緒に飼育します。でまあ昨日説明してたとも思うんですけど、ハルクインクジャクも白クジャクも元はインドクジャクで、それをまあそのインドクジャクから出てきた突然変異の個体を品種としてね固定化したものなんで、飼育方法としてはインドクジャクと何も、違いはありません。強いて言えばハルクインクジャクが、少し体が弱いんでね、寒さとかがちょっと苦手なのかなって感じですかね。そしたらまずはハルクインから開けていきます。こんな感じですね。まあ、色の入り方がかなり美しいです。首あたりは白くて、背中は普通のノーマルのクジャクと一緒で、そうですね、お腹も白い感じですかね、このように。まあ多分こんなクジャク動物園でもねなかなか見ることはないと思います。昨日も多分言ったかな、ハルクインクジャクは白クジャクより流通量が少なくて、日本でペットとしてね飼育してる人も本当に少数ですけどいるはいるんですけど、全部ね日本国内にいるハルクインのクジャクはこの個体と同じ血筋の個体です。言ってしまえば日本にいるハルクインクジャクは全部こいつの親戚ですね。まあだからそんだけレアで、海外から新しい血が入ってくることもなくて、まあ、今後はハルクインクジャクは多分減る一方ですね。でハルクインクジャクはノーマルのクジャクと白クジャクをかけて生まれるものではなくて、ハルクインを出すにはハルクインクジャクとハルクインクジャクをかけるしかなくて、そうなると、やっぱり日本にいるねハルクインは全部同じ血の個体なので、掛け合わせるとやっぱり変なのが生まれてきちゃってね、そういう弊害があります。だからハルクインを今後維持するっていうのは本当に難しいことですね。ハルクインクジャクと、こいつメスですけど、ノーマルのオスのクジャクをかけてもノーマルの個体が生まれます。でも見た目はノーマルでも遺伝子的にはハルクインの遺伝子を持ってる感じですね。
大体1歳ぐらいの個体なので、大きさはこのまま止まります。しかもメスなんでね、オスだとまた一回りちょっとがっしりするんですけど、メスのクジャクなので大きさはこれで止まります。で、羽が伸びてくることもないです。尾羽はこんな感じです。はい、そしたらハルクイーンをね、離します。まあ、このようにね、他のノーマルのクジャクが駆け寄って様子を見に来ました。オスのノーマルのクジャクがね、今羽を広げていましたね。で、比較として、普通のノーマルのクジャクのメスはこちらですね。まあ、こう比較すると、メスの特徴もね、翼の色によく現れているのがわかりますかね。無地のグレーっぽい感じ。インドクジャクはここに全部ね、全部の個体を入れてるわけではなくて、他の場所でも飼育してます。で、そちらの別の場所にいるインドクジャクはだいたい3歳から4歳ぐらいの完全に大人のクジャクで、羽は伸びきってるんですけど、ここにいる個体は全部今回お迎えしたハルクイーン白クジャクと同い年の、去年一昨年生まれぐらいの若い個体ですね。だからオスのクジャクでもまだ羽は、尾羽はね、伸びきってません。まあ、尾羽というか腰から生えてる羽なんですけど、厳密にはあの羽が、生えてくるには生後だいたい3年から4年かかると言われてますね。あ、今餌をついばんでますね。昨日から長旅だったんで餌を食べてなかったんで、あ、みんなで集まって寄ってきましたね。そしたら次、白クジャク開けていきます。Tシャツが白いんで、 クジャクが純白すぎてね、ちょっと溶け込んじゃってて分かりづらいんですけど、ここにいます。本当にもう全身綺麗な純白ですね。まあ、白クジャクは多分動物園とかで見たことある人もいるかもしれませんね。白クジャク飼うなら、どうせ飼うならね、やっぱりオスがいいなと思ってたんですけど、こうやって改めて実物をね、手に入れると、まあ、あまりにも美しいんでね、まあ、オスでもメスでもこの際、どっちでもいいかなって感じですね。ノーマルのインドクジャクだと、くちばしの色も黒いですね。で、白クジャクはこのように真っ白、ピンクがかった白色ですね。で、白クジャクもインドクジャクの突然変異個体なので、飼育方法として、何も、インドクジャクと変わることはありません。で、まあやっぱりね、このように爪先を見てもね、まあちょっと泥で汚れてる部分はあるんですけど、真っ白いですね。で、当然この翼の内側も純白です。だからやっぱりね、どこを見ても真っ白、本当に素晴らしい美しさですね。あとはここのちょんまげ、関羽がね、時間が経って綺麗に伸びてくることを願います。はい、そしたら白クジャクも離します。あ、クジャクってね、こうやって結構飛ぶんですよね。今ハルクイーンと並んで木の上に止まってますね。特にいじめられる様子もなく、大丈夫そうですね。今回白クジャク、ハルクイーンクジャクを投入したことで、こちらの、小屋の中にいるクジャクは全部で11羽ぐらいになりましたかね。いずれにしろここの小屋にいるクジャクは全部若い個体なので、今年繁殖望めませんのでね、来年以降に、卵を取れたらいいなと思います。そのためにも今年は、そうですね、体作りというか、体をしっかり作る、時期ですね、今年は。それで来年以降ね、卵が取れて面白いヒナが飼えればいいなと思います。
ちなみに去年の夏頃にショートムービーで投稿した七面鳥に、孵化させたクジャクのヒナはこちらですね。こちらは別の場所で飼育しているインドクジャクノーマルのオスなんですけど、今年で3歳で、3歳になったタイミングでようやくこの特徴的なね、緑の目玉模様の羽が生えてきました。羽を広げるタイミングとしては夕方3時頃からが一番ピークですかね。午前中より夕方の方が羽を広げている傾向が強いように思えます。まあ、樹上性の鳥なんでこのように高いところに登りがちですね。で次クジャクバトですね、こちらまず最初2羽、多分こっちがオスでこっちがメスですね。まあ、上から見ても特徴的なクジャクみたいな尾羽が、分かりますよね。こっちの個体の方が尾羽が特徴的に、上に跳ね上がってる感じですね。これもやっぱりハルクイーンの色混じりのグレードがあるように尾羽の上がり方でね、値段が変わってきます。尾羽がスッてすぼんでるとやっぱり当然ね、値段は低くて、このようにピンと上がってると値段は高いです。でこちらもクジャクバと2羽ですね。これは性別がよく分かんなくて、そうですね、色もさっき紹介したやつと同じような黒っぽい色をしてます。でも黒は黒でもさっき最初紹介したクジャクバトより、黒みが強いというか、深い輝くような黒色ですね。これは両方とも尾羽がかなり跳ね上がってて綺麗な個体です。クジャクバトラスト1羽はこちらですね、昨日セブンイレブンの駐車場で持ってた個体ですかね。性別はオスです。で私もともとね、ハトもたくさん飼育してたんですけど、クジャクバトはね、なかなか出会うことがなくて、まあ、そもそも珍しい品種なんですよね。だからそうそう出回ってないんですけど、今回、いい機会に恵まれましたのでね、買い占めてきました。姿が特徴的なだけで、やっぱりドバトの品種改良したものなんでね、飼育方法は特に普通のハトと変わりはありません。昨日コンビニの駐車場で最後に言ってた身に覚えのない鳥はオカメインコですね。まあインコって名前はついてますけど、オカメインコは分類上はオウムです。性別はおそらく両方ともオスで、白っぽい方がルチノーっていうカラーで、今こちらにいるね、こっちにくっついてる白黒のがパイドっていうカラーです。今までオウムインコ系はたくさん飼育してきましたけど、なぜかね、メジャーなオカメインコは飼育したことがなくて、まあいい機会なんでね、飼育することにしました。年齢は、大体1歳ぐらいですね。去年の3月生まれです。以上が今回手に入れた生態ですね。またシロクジャクやハルクイーンなどね、その他もろもろの近況などはね、メインチャンネル、サブチャンネル等で、動画にできたらいいなと思ってますんでね、その際興味ある方ご覧ください。今回ご清聴ありがとうございました。